はい、どうも、神仏応援団流です。今日はですね、日本三大金運神社の一つ、金剣宮についてお話ししたいと思います。ハレルヤ。はい、ということで今日はですね、日本三大金運神社の一つ、金剣宮についてお話ししたいと思いますが、これですね、実は金剣宮石川県にあります。で、石川県はですね、私が住んでいる県なんですね。なので、私はまあ地元のまあ人間ということになりまして、金剣宮はですね、結構お参りに行く神社さんなんですね。で、金剣宮はまあ全国的にも結構有名なんですけども、他県からですね、来られた方が、例えば金運アップでお前、参拝に来られているんだけども、実はその金運アップのお社にお参りせずにですね、帰られていたりとかっていう話を聞いたりするんですね。なので、まあ、せっかくですね、遠いところから、まあ、来て参拝で、来ていただいているのであれば、例えば金運だったら金運のこのご利益がありますようにっていうふうに来られてるんでしたら、そこちゃんとお参りして帰られた方が、まあ、いいですよね。まあ、そこで、漏れがないようにと言いますか、その辺をですね、まあ、お話ししたいと思うんですね。で、この金剣宮はですね、近くに白山姫神社という、全国のですね、白山神社の総本社の神社さんが、まあ、あります。で、その近くにあるというのがまず一つですね。で、あとはですね、金剣宮じゃなくて、別にですね、金剣宮という、神社さんもあるんですよ。で、これはちょっと離れた場所にあるんですけども、知らずにですね、行くと、まあ、そっちの方に行ってしまう方もたまにいらっしゃるようなので、もちろんですね、その金剣宮さんも参拝されればいいんですけども、金運神社で知ってる金剣宮さんに来たんだよという意味では間違いということになりますので、そこですね、まず間違わないように、金剣宮と金剣宮と、別です。はい、まず。はい。で、場所はですね、白山姫神社さんの近くにありますよと。町で言うとですね、剣という町に、ある方が、三大金運神社の一つの、まあ、金剣宮ですよというところです。はい。で、そもそもですね、なぜこの、日本三大金運神社と呼ばれるようになったのかってとこなんですけども、これはですね、船井総研の船井幸夫さんがですね、著書の中で、いいよと言ったことがですね、まあ、きっかけに、まあ、全国に広がったというふうに言われています。はい。なので、まあ、結構ですね、起業家の方が、遠方からですね、金剣宮に参拝に来られるっていうのが、まあ、かなりあります。はい。と、あとはですね、金剣宮の、御祭神なんですけども、二の御事、なんですね。はい。で、これは金剣宮自体の御祭神なんですけども、実はその金剣宮には、いくつも境内社、まあ、お社がたくさんあるんですよ。で、たくさんあって、知らない方はですね、その本殿の二の御事さんにご挨拶して、お参りして帰られる。っていう方もいらっしゃるんですね。まあ、ところが、その金運に関して言いますと、この金剣宮の境内の中にある、音剣社っていう書いた、お社がですね、金運の、まあ、神社とされてるんですね。で、ここなんですけど、ここの、御祭神なんですけど、法理の御事って言いまして、言うなればですね、この二人の御事が、まあ、金剣宮の御祭神なんですけど、二人の御事と、まあ、奥さんは、富士山の神様、この花咲夜姫さんが、これ夫婦なんですね。で、この間に生まれた、お子さんが、まあ、法理の御事と。まあ、三人お子さんいるうちの、まあ、一人ですね。はい。が、まあ、法理の御事ということで、その音剣社というところに祀られて、います。はい。で、ここの、音剣社ですね。ここが、金運神社、と言われている場所になります。なので、まあ、ね、ちっちゃいお社、まあ、ちっちゃくもないんですけど、まあ、本殿と比べれば、まあ、他にたくさんお社並んでるので、まあ、一番大きなところお参りしてですね、帰っていかれると。で、あれと、実はその金運神社にお参りされずにですね、帰られたというパターンも、まあ、ありますので、ここもですね、お間違いのないように。まあ、せっかく、お参り来られたんでしたら、おすすめとしてはですね、境内の、境内社ですね、全部お参りするのをおすすめします。
はい、っていうのがまず一つですね。あとは、まあ、個人的におすすめがありまして、まあ、音剣社ということで、まあ、ここも金剣宮ということで剣なんですよ、まあ、剣なんですよ。で剣っていうと、まあ、三種の神器ですよね、勾玉と鏡と剣とで三種の神器なんですけども、実はこの金剣宮にはですね、三種の神器というお守りがですね売られています。こちらですね、はい、で個人的にはこの三種の神器のお守りが、おすすめです。はい、でこれが確か、700円で、販売されております。僕もですね、まあ、全国神社ツアーなんかで回るんですけども、例えばですね誰かに地元のお守りをあげるよっていう時はですね、この金剣宮の、この三種の神器っていうお守りを買ってですね、で、プレゼントしたり、します。ぐらい、まあ、僕個人的にはお気に入りのお守りですね、はい、になってますので、ぜひですね、社務所向かってですね、右側にありますので、こちらで、買われるといいかなと。で、現在ですね、御朱印の方は、まあ、されていないので、御朱印欲しいよって言っても、やってないです。で、また復活するかもしれないんですけども、私がこれ、喋ってる時点では、御朱印は今やってませんので、ないですよというのがまず一つ。で、あとはですね、この金剣宮さんなんですけど、なんですかね、鳥居のすぐ前に道が走ってるんですよ。坂道になってる道が走ってるんですけど、まあ、実はですねこの金剣宮さんの境内はですねもうちょっと広くてですね、この道路をつけるために境内がまあ分断されているという形になってます。で県外から来られた方はすぐですね道路から、金剣宮の駐車場の方にですね車を止めて、お参りされる方が、まあ、圧倒的に多いんですが、まあ、実はですね、金剣宮の、まあ、参道ですね、の、まあ、入り口っていうのはもっと下にありますので、もしですね、遠方から来て、まあ、正式にお参りしたいわという方はですね、車はですねそこの金剣宮さんの駐車場に止められればいいんですけど、歩いてですね下の方まで降りれますので、そちらまで降りて、まあ、入り直しと言いますかね、しっかりとですね下から鳥居をくぐって、上がられるのを、まあ、おすすめします。はい、でこの辺もですね金剣宮さんですね、これ境内の中入ると、まあ、地下道みたいな感じで、道路をですね横断せずにですね地下から、この参道の方に降りていくような階段もありますので、まあ、そちらから降りてですねせっかくなら下から上がってきて正式にこうお参りするっていうのが、よろしいかなというふうに、まあ、思います。まあ、時間ないよって方はですねすぐお参りされてもいいと思うんですけども、まあ、時間に余裕があるという方は、下から降りられて参拝するといいのかなと思います。はい、でこの金剣宮さんにはこの参道2つありまして、まあ、男坂っていう坂と女坂っていうのと、まあ、きつい方と緩い方があるんですよ。で、まあ、きつい方はですね急な階段がブワッとあってですね、まあ、いわゆる、まあ、男坂って言われるところなので、まあ、猛々しい感じですよね。で、女坂の方はこう緩やかになってまして、結構登りやすくですね、まあ、女性的な、そういうエネルギーの、まあ、参道もあります。はい、で、まあ、女坂の方もですね非常にいい参道になってまして、途中滝なんかがあったりですとか、あとはですね不動明さんがいたりしますので、ぜひですねこの女坂からの、まあ、参拝っていうのも、まあ、おすすめに、まあ、なりますので、ぜひですねチェックして行ってみたらいかがかなと思います。まあ、そんなわけでですねせっかく、遠方から金剣宮に参拝される際はですね、まあ、以上のようなことをですね気にしながら参拝されるとよろしいかと思います。はい、ということで神仏応援団龍でした。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。